パオロ・デ・チェリエは、イタリア・バルレ・ダオスタ州アオスタ生まれの元サッカー選手。ユース時代は、終盤の左サイドや FW を主戦場としていたが、現在では、左サイドバックとして、主に起用されている。ユベントスの下部組織で、多くの大会に出場し、特に2006年のスーペルコッパ・プリマベーラでは、インテルとの対戦で、ハットトリックを決め、5-1での勝利に貢献した。ユベントスが、カルチョスキャンダルの判決により、セリエ B に降格した2006-07シーズンに、トップチームに昇格を果たす。トップチームのデビュー戦は2006年11月6日の SSC ナポリ戦。2006-07シーズンは8試合出場1得点という成績を残した。2007-08シーズンは共同保有という形式でシエナに移籍。このシーズンでサイドバックにコンバートされ29試合に出場する。2008-09シーズンからユベントスに復帰。その後は徐々に左サイドバックとして出場機会を得ているものの2010年11月2日の AC ミラン戦で膝蓋骨を骨折し全治4ヶ月の重傷を負った。2011-12シーズンは背番号をアマウリがつけていた11に変更した。シーズン序盤はアントニオ・コンテ監督のサッカーに順応できず苦しんだが徐々に出場機会を増やし21試合出場1得点という成績を残した。クワド・アサモアの左ウィングバックへのコンバートやフェデリコ・ペルーゾの加入で出場機会を減らし2014年1月ジェノア CFC にレンタル移籍決定。2018年1月11日、シーズン終了までの契約で、スイスのセルベット FC に移籍。2021年9月2日、ユースから所属していた古巣であるユベントスへ、スタッフとして就任することが発表された。アカデミーのプロジェクトに参加する。ありがとうございます。